皆さんこんにちは、ゆずきしろうです。はい、今夜もリムワールドのお時間がやってまいりました。きっと大丈夫、またゲロってない？ゲロりそうな気がするな。そっか、きっと食べ物であれか、なんかちょっと体調壊してたと。めんどりちゃんは、あ、こういうこともできるんだね。あ、そうなんだ。ただバツマークになってるから今できないのかな。まあまあ、めんどりちゃんたちはね、卵産んでくれれば別に、ね、問題なさそうだからこれで大丈夫と。おっと、こんなところに物資が落ちてるぞ。ちょっとね、ここ物資を運びましょう。うん、これちょっと、そうね、しっかり運んで対応させていただきましょう。シルバーも落ちてるよ。あれ、シルバー買ったんだっけ。338個も、あ、そうか、お金じゃん。これうちのこれ大事なお金落ちてんじゃない。これ多分儲けじゃない。シルバー運ぼう、すぐ運ぼう、シルバー。これね、そうそう、しっかり運んでいただいて、シルバー運んだ後ね、この薬草も、落ちてる。うん、落ちてるから、ちょっとそちらも運びましょう。ちょっと忙しいと思うんだけど、運んでいただいてと。さ、めんどりちゃんたちもね、これでやっとね、動物の方が、これでね、家畜3匹か、猫ちゃんかな、犬だったかなと、鳥ちゃんたちがいると。うん、ヨークシャテリアもちょっとね、いいなと思ったけど、そんなにお金ね、無駄にできないから、まあまあ、これでね、やりましょうか。さ、ちょっとこちら、いらないもの運んでいただきましょう。うん、向こうでね、仕事してたとは思うんだけども、まずはこちらちょっと運ばさせていただいて、こちら、うん、頼む、運んでくれ。お、2つ一気に運んだ、ナイス。こちらも一応運搬命令だけ出しておいてと。まあ、畑での作業が忙しいかな。収穫時期を結構迎えていると。うん、誰が治療が必要？あれ、怪我した？ちょっと待ってくれ、エリック怪我してる？エリックは地面で食事、カーボイハットを手に入れてボロボロの服を着てると。ああ、ボロボロの服、ちょっとあれなんだ、不満なんだね、エリック。あれ、でもそうだったっけ、装備品、木製の、あ、これ好きじゃないんだ。袖付きジャケット嫌なんだ。じゃあこっちの方がいいのかな。こっちにするじゃん、エリック。これ、その服の方がいい？これでいいんだったらいいんだけど。欲求、ボロボロな服を着てる、依然変わらずっていう感じか。しかカーボイハットは気に入ってないみたいだね。カーボイハット取った方がいいかな、エリック。カーボイハットでこれね、なぜかマイナス3っていう、これ悲しみ。あ、そうだ、あとここでコート作ったエリックに着せてあげた方がいいかな。ただね、室温が、これ外気温が29度か。いや、怒りそうだよね、そんな暑苦しい服着せたら。もうちょっと寒くなってからにしようか。で、食事の方に関しては、まあまあ、ちょっと腐るまで2日か3日。うん、簡易的なものは一応12個あると。うん、あれ、これ何、これ芽出てんじゃん、トウモロコシ。あ、トウモロコシだったのこれ。あ、腐りかけてんのかなと思ったけど違ったんだね。うん、いや、これでね、ちょっと食事が、そっか、トウモロコシの収穫時期も、本当だね、99% だよ。じゃあさ、これ、命令出しておこうか。収穫させていただきましょう。いや、ついにトウモロコシも来たわけだ。うん。で、皆さんがね、こちらちょっとお休みすると。あー、どうしようかな。食べ物もう一回ちょっとこれ取引してもらおうか。なんか食べ物いっぱい余ってんだよね。トウモロコシが36個か。これ全部売っちゃう。36個。じゃがいももね、多分収穫できそうだよね。40個売っちゃう。90円か。あと他は、そうだな、米か。163個もあるんだ。ちょっと売ろうか。こちらを、そうだな、23個ぐらいかな。うん、一応これで売って124円と。他、ペットか。ペットもちょっとこれね、欲しいところだけど、ただ250円するんだね。ペンミカン、あ、そうか、これ非常食か。アイベックスの肉、牛の肉と。肉系も売ってんだね。コブラの卵も売ってると。
まあ特に今回はこれ以上必要ないのかな。そうなってくると、ああこれ袖付きの服、こちら、そうだな、なんかちょっと音が入りそうな、上がうるさいんですけど、これ大丈夫かしら。なんか音が入ってないことを祈りますけど、こちら、どうしようかな。服に関してはこれ一応でも残しておいた方がいいか。帽子もね、これちょっと良さそうだけど450円、まあやっぱこれぐらいにしとこうか。さあこれで OK と、あ、ちゃんと休んでる。卵産んでくれるかな、メンドリちゃんたち。おのおのの部屋でメンドリちゃんたちが休んでいると。あ、電気が、あれ電気不足、どうした、あ電気不足じゃん。太陽光発電大丈夫、こっちは、こっちはある。だから屋根をさ、そう前回そういえばこちら取り外して、取り外してるね。そっか、多分屋根を取り外したけど、まあこちらちょっとね日照時間が少なかったとかかな、ちょっと電気の方がなくなったと。さ、こちらね、人の部屋にもちょろちょろ入りながら、トレーダーの方がねやりくりしていると。お、トレーダーが去っていった。お、よかった。電気が、微妙にこれついたりつかなかったりと。まあ電気足りないんだろうね。もう一個これ太陽光発電のやつ作ってもいいのかもね。これ場所移動とかできないんだ。おっと、今発電してる。もう一個置こうか。太陽光発電ってどれぐらい、スチール100個、コンポーネント3つか。あー、ここら辺にもう一個、いや結構場所が悪いよね。そうだな、この横ら辺とかに無理やり置いちゃおう。一応2つね、こちら太陽光発電の方つけさせていただきましょう。さ、ここねちょっと屋根の方も取り外してと。ペミカンが完成したんだ。干し肉とドライフルーツを腐らせないように、加工し保存食としたペミカンを作れるようになると。いやー、これはいいね。研究メニューで次の研究、ちょっと待って、早いからゆっくりにして、次の研究メニューはペミカンはこちらで OK だから、他ね、服か、あ服いいかも。じゃあこちら服の方をねちょっと勉強しましょうか。さ、研究お願いいたします。よし OK。 さ、服の方ね、どうかな、工数としてはまだ残り結構残ってるか。ちょっとしばらく時間かかっちゃうかもな。さあ、そしてね、簡単な食事の方がもう少しでなくなっちゃいそうだな。だけど、まずこれ全部食べきってからね、次のものを作っていただきましょう。あ、ちょっと待って、こんなところにあれだ、お金落ちてるじゃん。ちょっとお金拾っとこう。お金をちょっと拾っていただいて、こちらの女性には運び終わった後に石の方も運んでもらおうか。ちょっとこちらもね対応させていただいてと。いやー、さっきちょっと上の方がねコン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 うるさかったけども、これ皆さんね音が聞こえてないといいんだけど、結構ねうるさかったというね、これ悲しい感じでございました。さ、太陽光に関しては、一応発電してると。2つねこれあるから多分大丈夫かな。この女性には、あ、ゲロってんじゃん。ゲロってんじゃん。ちょっと待って、こちらの方にゲロをね、掃除、ゲロの掃除できないかな。ちょっとゲロ掃除しよう先に。気分悪くなっちゃったんだね。あ、ちょっと待って、これも運んで、もうちょっと運んでいただこう。さ、これでねいらないものを運んでいただいて、あの女性には、あ、畑行く、畑か。じゃあちょっと畑で作業もしてもらおうか。収穫時期を迎えていたと。トウモロコシね、ベリーもか。まあみんなでね、これそうね、畑作業して、そうね、みんなで畑作業して、お、ショートボウが作り終わった、よかったね。
次何か作ろうかな。ショートナイフ、ジャック、ジョイントか、1枚の布か。布って何かに使えるのかな。一応1個だけ作ってみようか。さ、皆さんが忙しく、あ、そっか、木材、結構これ木材切ったんだね、こっちの方。いやいや、これ結構頑張ったね。さ、木材もね、多分運ばないといけないんだけど、食べ物関係とかね、そうそう、布とかもいっぱい落ちてるから、しっかりとねこちら取らせていただきましょう。あ、麺の方もさ、もう麺の方がもうこれ収穫できるじゃん。これ90%100%になってるわこれ。うん、あとはまだちょっと成長速度が遅かったりすると、あ、91%か。まあ自然とあれかな、収穫できるものに関して収穫してくれるかな。さ、食べ物大量に置いて、あ、ちょっと待って、この女の方には簡単なね食事の方を作っていただきましょうか。簡単な食事を、そうだな、28個、いや30個にしとくか。うん、ちょっと多めに、作っていただいて、食べ物が大量にあるから。そういえばジョイントっていうものがさ、作れるようになったはずなんだけど、あ、違う、ペミカンだ。うん、簡単な食事をちょっとね取りやめようか。10 12個ぐらい。うん、でペミカンをちょっと頑張って作ろう。うん、こっち優先しようか。ペミカン30個ぐらい、かなり作ると。お、石の方ができたみたい。何個ぐらい作ったんだろうこれ、コンコンして。資材置き場っていうか、この倉庫も結構あれかな、手狭になってきちゃったかな。ストーンカッターでね、そうだな、さらに5個、うん、もうちょっとね作っていただきましょう。さ、だいぶこれバッテリーの方充電できていると。うん、こちら側も充電できている。あ、こんなところに鉄くずも落ちてるんだね。で、木の方ってただいま 26% か。うん、まあまだまだだね。こっちの方もう少しなんか森にしちゃってもいいのかもね。あ、でも2つあるか。うん、まあ他にもねちょっと畑の作業が忙しいから、あんまり向こうに命令出してもこれ落ちてるものをね拾ってくれなかったりするので。あ、そう、木材に関してもね、そうそう、切ってねっていう命令をね、あのべらぼうにしてしまったから大量に切ってくれたと。まあちょっと農作物系ちょっと頑張ってねいただきましょう。そして、ここ床の方をねちょっとこれ張り替えようかな。そうだな、床の方が石灰岩か。石灰岩の床だったらどうやら作れると。フロアで、石灰岩のものってあったっけ。これだ、石灰岩のタイル、こちらをちょっと一面かな。うん、ただブロックの数がそこまで多くないので、まあコツコツとねストーンカッターで作っていただきましょう。あ、2つ実行してくれたんだ。じゃあ残りもう一回ね増やして、うん、こちらで大量と。多分石灰岩がね大量にあるから、これら辺を使ってね作ってくれてるんじゃないかな。で、みんなねこうお休みになっていると。うん、よかった。で、一応ね余分のベッドも1個あるものの、そうだな、こちら辺に、個室つなげちゃうとあれかな、なんか勝手に人の部屋を行き来したりするのかな。だからこれ以上こちら辺にはね、あの下手に個室部屋を作ることができないと。うん、悩ましいところ。あ、この場所に作ってもいいかもね、一応個室の部屋、誰かがまた来るかもしれないっていうので。あと木材の方もね結構取ったから、そうだな、どうしようかな、ここちょっと、キャンセル、もうちょっとここ道幅取ろうか。うん、そうなるとまあここら辺かな。うん、これぐらいのちょっとお部屋をね一室作りましょう。あとみんなの部屋がちっちゃいのかな、どうだろう、みんな不満はないか。うん、気分はどん底のようだけど、大体大丈夫と。みんな大丈夫かな、部屋に欲求不満はない、欲求不満というか、ま、不満はないと。うん、大丈夫そう。ボロボロの服を着てるの怒ってる。カーボイハットも、カーボイハットも怒ってんだよね、なんでかね。これそういうのじゃなかったのかな。あら、
ちょっと落ち込んでる。あ、貧相な寝室って言ってる。え、こちらの方どこういうちっちゃい部屋だった？じゃあ大きい部屋に移動する？貧相な部屋が嫌だったんだら、これいいよ、いい部屋に移動させてあげるよ。こちらの方が貧相な部屋は嫌だと、うん、じゃあ移動しましょう。じゃあそうなるとさ、ここの壁取っ払っちゃおうか。解体してさ、あの大きな部屋にしちゃって、もう一人の不満も解消しようか。うん、さ、これで問題ないといいんだけど。で、ベッドの方もね、もう解体1個しちゃおう。うん、これで貧相な部屋は嫌だっていう不満もなくなって、こちらの方は部屋のことは特に言ってないか。うん、だったら大丈夫かな。さ、研究の方もね進んでおります。やっぱこちらの新しく来たキッドさんっていう方がね、研究だいぶ優秀な方で助かっております。そしてフロアの方、フローリングね、床の方をしっかり張り替えて、そうだな、ちょっと百合とかをたくさん置くような部屋にしようか。家具の方でね、もうちょっとこれ植木の方を置いて、さらに、椅子の方も、ここら辺かな。うん、これでどうかな、ちょっとは満足してくれるかな。で、あとはペット用のベッドもね、そうだな、ここら辺とかに一応置いとこうか。テーブルまでは置かなくてもいいかな。で、あとね、電気スタンドの方も、まあ、ちょっと伸ばしていってもいいのかな。電気スタンド、うん、電気スタンドを、この場所に置いてと。そうね、そろそろちょっと電気スタンドの方に時代をね移り変えていきましょうか。さ、忙しいと思うけども、こちら電気スタンドと。あ、結構運んでるね。電力ちょっとね、こちらここいけないか。ここからこう伸ばしてね。うん、でさらに伸ばしてと、こういう感じで伸ばして、さらにこちらもちょっと解体して、電気スタンド、時代はもうこれ電気スタンドをね目指していきましょう。ちょっと待って、ゆっくりめにしよう。ちょっとみんなが忙しすぎちゃって。家具電気スタンドと。うん、でエリックの部屋の方にもね、電気スタンドをちょっと、ね、伸ばしていきたいな。ただ、こちらね、線の方を、壁から伸ばしてと。うん、これぐらいでいいかな。さ、残りエリックの部屋に、家具の電気スタンドと。うん、さ、これで良さそうだね、だいぶ。で、まあこちらが電力の方ね、あんまり消費してなかったので、電力の方もねちゃんと消費していただきましょう。で、まああとこちらの囚人のお部屋もね、結構広いよね、こちら。で、壁の方もちょっとしっかり直したいんだけど、ただ今囚人がいるからまだ何も着手できないと。ずっとねこれ入村の方を勧誘してるんだけど、難易度がね 96% と。どうなってんだろう今。擦り切れた服着てて、監禁されてて裸と。まあ屈辱的って言ってんだよね。そう、この方に服ってさ着せてあげることってできないのかな。服余ってんだよね。持っていくことってできないのかな。着替えさせる、うん、着替えさせるぐらいしかできないもんね。ん、漂着物だ。どれどれ。あ、これか。シンスレッドっていうのが2つ。あら、亀死んでんじゃん。亀運ぼう。あ、みんな寝ちゃった。エリック、エリック運搬してくれ今のうちに。ん、どっかでこれなんか動物がお亡くなりになったっぽいけど、ちょっとこちら運べるようにしよう。鉄骨も一応運搬命令だけ出して、よし、これでさ新鮮な肉が手に入ったから、またお肉料理できるんじゃない。あ、そっちから来るわけだ。うん、オッケーオッケー。さ、そのルートからこう来ましてと。あ、そうだね、ゴミ捨て場はこっちだから、うん、ちょっと狭いところにこうちょっと捨てると。ちょっとあれだね、ゴミ捨て場の方ももうちょっと、こちら辺にしようか。廃棄のやつなんか中に入れてたのあれだな。廃棄ゾーンをちょっとね広げましょうか。
まあここいら一帯とかでもいいのかも。ちょっとお墓もあるから、そちらちょっとね注意しながらと、うん、ここら辺をね廃棄ゾーンとさせていただいております。ここも廃棄ゾーンと、うん、まあこれぐらいでいいかな。あそうだ、廃棄ゾーンちょっとちっちゃくしようか。ねゾーンをねここら辺はちょっとね消しちゃおう、うん、さ、これで大丈夫かな。そして、充電も足りて、太陽光の方に関してはまあ事故とかも起きなくなったと。まあバッテリーがこの雨に濡れることによって起きるみたいだからね、太陽光ぐらいだけだとまあ特に問題ないと、うん。さあ、こちらの方寝室に関しては、侮辱された、誰に侮辱されたんや、貧相な寝室って言ってる。まだダメこれじゃ、なんかもうちょっといいの置こうか。なんかあれだね、結構注文が多いんだねこの方。アームチェア、いやーこれね、アームチェア置けばもしかしたらねいいのかもしれないけど、これ以上置けないもんね。あ、電気スタンド置いてあげようか、じゃあこの人の部屋の中にも。ただ導線引っ張ってこないとな。んベリで食中毒起こしてるって。あそうだ、食事、ペミカンは作ってないか。ペミカンを頼む。ペミカンは生肉、生野菜、生野菜ってあるはずだけど、ペミカン作んないかな。ちょっと簡単な食事、6個ぐらい作ろうか。運べてないかな。こちらちょっと収穫させていただいて、あーでももうたくさんあるんだね。いやーこれ大量だわ、うん、大量大量。さ、ひとまずこちらでちょっと作業していただいて、あこのお部屋も作りきれそうだね。お勧誘してる、あ食べ物置いてあるね、こんなところに。大丈夫かな。フロアの方で、そうだな、石灰岩のタイルにしちゃおうか、このお部屋は、うん、石灰岩のタイルと。ストーンカッターの方で、さらにもうちょっと、こちらねコンコンしていただきましょうか。20回ぐらいね、ちょっと頑張ろう。あハートマークになってる。この作業が好きなのかな、もしかしたら。芸術に関してはどんな感じ。あそうだね、好きだね、作業としては11だから、まあ喜んでるみたいでよかったよ、うん。はい、こんなところに、あこれを使ってんだ、世界観の塊から作ってるのかと思ったけど違ったんだね、うん。さあ、ちょっと倉庫の方がいっぱいになってきたな。あれもしかしてここってゾーンとして設定されてないかな、備蓄ゾーン、こちらもね備蓄ゾーンとさせていただきましょう。これでどうかな、備蓄ゾーン仲間に入ったかな。備蓄ゾーンさんとねなんかこう分けられておりますけど大丈夫かな。新スレッド、あ運び終わったんだ。もうちょっと倉庫、ここら辺倉庫にしてもいいのかな。なんかこう余ってるところ倉庫にしちゃおう。建築でここら辺までを一旦ちょっと倉庫とさせていただきましょう。じゃあねゾーンの方で備蓄ゾーンと、うん、まあまあちょっとみんなが通る道かもしれんけども備蓄ゾーンとねさせていただいて、失敗しつつも頑張っていただきましょう。家具の方、電気スタンドも置いちゃおうか。ここに電気スタンドと、こちら電気スタンド、うん、一応2つ置いてね。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は、下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。